お前俺のこと騙そうとしてるの落ちろー残念だったのサミーン男だよーレイってなんであなたとはちょっとお話ししたいねちょっと DM 送っといてください僕にあなたは女性ですよね、はい、もちろん何も信じていないいただきます意外とうまくでしょ頑張れ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 はいこちらのワールドでやらせていただきます でこれが、えー、下が落ちて落ちます、これ。<laughs> この中に落ちます。どっかで見たことないよ勘違いです。皆さんは極力、えっ、ー、と、声の方を出さないように、よろしくお願いいたします。で、VR チャット人狼と今回名付けたんですけれども、ルールは曖昧でして、両生類の方だったり、ボイチェンを使っている方だったり、本当に女の子だったりっていう方々に、えー、集まってくれていると思います。俺が、 あなたたちを男だと判断したら落としますだから両生類の女性声の質だったり、えー、とボイチェーンの質だったりを今回皆さんに、えー、披露していただくという回に、えー、なってると思いますこれは結果はどうやってら分かる落ちた後にどうしようかなで俺はここに座ってでこの人が男だと判断した時に俺落とすわけなね。 <laughs> 落ちていくわけで落ちたら確かね後ろに湧くんだよねほら, <laughs> ほら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 でここで答え合わせをするっていうはいはいということで皆さん一度裏に行っていただいていいですか裏を飛んだら裏にポンって飛ぶんで, <laughs> でいけてるみんなみんな飛んでいってる飛んでいってる飛んで行ってる飛んで行って何 <laughs> かいけてねえないけてねえなジョンだからお前お前男じゃねえの ジョン今ジョン言ったぞジョンは男だろ名前もありきでいいんじゃない練習してる <laughs> チューニングしてるし裏で <laughs> ってやってんだけどニキーニキーはいお前ニキかよ、はい、お前たるい 聞こえなさいましたか？ダル、あの出していってください。最、はい、後ろに一応整列していただいてます。はい、了解。はい。というわけで始めまーす。俺もどうなるかわかんない。楽しみだね。V R チャットジンド。スタートーどー、はい。どうも。はいどうもモスコです。よろしくお願いします。<laughs> え今日の朝ごはん何食べました？今日の朝ごはんは青森飲みました。 三 <laughs> 人ぐらいいったら答え合わせしようか <laughs>。<laughs> はい次の方。おおかわいいアバターだ。どうもはじめまして。待ってハオベッキジリっています。そのアバターを選んだ基準というか、そのアバターにした理由って何ですか。これ自作です。うすげえ。ちょっと近く行ってみていいですか。 あ全然大丈夫ですけど。ええー、すげえ。可愛い,い。ちょっとあなたは、俺は落としません。あなたはちょっとこちらのああと二列に待機してもらって。はい。あの男はあっち行ってもらっていいですか。わかりました。おい男あっち行け。<laughs> ほら。はいそれでは次の方ー。<laughs> 女の子じゃないとおかしい。どうもです。どもです。うわーすげえ。私服からいろいろやってます。 えー、さ、なな、シーズン 4?NA の頃からあじゃあ相当やってるね <laughs> VTuber と違うから何歳かって聞いていいと思うんだけど何歳ですか今7歳です7歳でございますちょっと待ってね <laughs> シーズン4からやってるんだったらはい、はい、ん ?10 年以上経ってるんだよねも,もう一回同じ質問をしてすいません,ん、ね、何歳ですか ?7 歳でございます <laughs> <laughs> はい、7歳でございます7歳なんですねじゃあ好きなお菓子は何ですか、えー、お菓子は、あのー、うん、昆布が好きですゴムが好きあ、うまいね際どいね、うん、いや、なくねーんだよなカロリー低めで美味しいのでなるほどねいやでもカロリー低めとかそこで言わなくてよくないいや、お前俺のこと騙そうとしてた落ちろ 男はこっちだ。男はこの金髪幼女の後ろに座るあの <laughs> <う>。あ、はいというわけで次行きまーす。お来ましょう。えっとお名前の方を教えてください。猫のニャーニャーって英語で書いて猫って言います。ええー、すごい。<laughs> なんか VR チャットでここのワールド楽しかったなみたいな話ってありますか。なんだっタリウムってとこがあって。 綺麗なのでプラネタリウムおすすめですいやこれは、ちょっと待ってねちょっと待ってね何色が好きですかえっと、白と青です女の子でしょうあなたのことは落としませんおいでおいで、おいでおいではい <laughs> <こっち笑>あと一人やったら答え合わせしていきたいと思います 女 <laughs> の子じゃない。うわ、なるほど。お名前聞いてもよろしいでしょうか。あのー、アイドルとして、お歌う歌う活動をしております。リソと言います。よろしくお願いいたします。えアイドルとして活動してるんですか。はい、そうです。お歌う歌う活動をさせていただいております。え、歌を歌う。 VR チャットには、はい、あのアマチュアの方がやっているお店とかイベントというものがいっぱいあって、うん、そこにシンガーとして出させていただいてステージでお歌を歌うっていう方をしています。えーなるほどね。いや俺これ男だったらマジでパクるんだけどじゃあちょっと<え>皆さん聞きたいと思うんでちょっとお歌披露してもらったりしてもいいですかね 今マイクはつけてないのアカペラになっちゃうんですけど、いいですあ、アカペラでも全然。よろしくお願いします。はその女女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  あなたは女性です女性の席へどうぞはい、というわけで一旦の、えー、答え合わせの方をしていきたいと思います俺が男性だと判断した方から、えー、<laughs> え男性だと判断した方から、えー、聞いていきたいと思いますアジモさんはい、はい、私はあなたを男性だと判断しましたひどい <laughs> 正解は何ですか はい正解は何を使ってるというか声を変えてるそれともボイスチェンジャーを使ってるえっとねボイスチェンジャーちょっとかましてますねああ<ー>、ね、そうなんだ初見だとねもうわかんなくなっちゃうよねええまあそんなもんですねありがとうございますじゃあ次マメロンさん行きましょうか私はあなたを男性だと判断しました、はい、正解はおー正解は じゃか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 。じゃん正解でございます。いやーうわあ、<laughs> ちょっと待っていや、ほんとにせい、<laughs> 正解これはですね。はい。あの、ブイチェンを使わずに自分の声を変えて、<laughs> ていわゆる、両生類というものに入るものでございます。うだろ、ね、そう<れ>な両生類ってこんなすごいの使っております両生類15年。15年間両生類やってます。うわーあのニコ生、ニコ生時代から。 ずーっとやってるんだね<生>マジで分かんねえわえその今出してるのは女性の声じゃないですか男性の声も出せるっていう話ですか出せますよえそれはどうですか出し,出してもらってもいいですか大丈夫ですお願いしますあーあはいどうもえっこでございます <laughs> 待って待って待って今の何 <laughs> ここからあの喉のああああああどん,どんああああああ <laughs> ああ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  足りなが,がててすごすげぇすごすげぇ鳥肌立つわ、うん、ありがとうございますアメロンさん<あ>そしてこちらは花々しい女性人の方々ですみんな可愛いありがとうありがとうございまーすーまずじゅりさんからいきましょうかえー私はじゅりさんのことをえー女性だと判断しました正解ですか正解でしょう 残念だったな、スタミーゴリゴリの男じゃね <laughs> 残念だったな<や>うわ、すげえわえ、これはボイチェンだよねはい、そうですね,ね。ボイスチェンジャーを割って声変えておーおーで、そっから自分の声変えて、こんな感じでやってますね。あえ、すっごいもう女の子の声聞いても、もう一回聞いても女に聞こえるわこの声と、この声をずっと、こうやって交互に <laughs> える、切りととも。できるんですね。<laughs> ゲーやん、もう、これ。おと、ちゃん、<laughs> 見破れねえわー無理だ <laughs> ありがとうございます、ゆり <laughs> さん。<laughs> じゃあ、次の方行きましょうか。猫 <laughs> さん。じゃあ、もう一回声聞かせてもらっていい私は猫です。<laughs> 私はあなたのことを女性だと思っています。正解はどうですか正解は、えー、女の子です。よっしゃー <laughs> 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 いや、これさ、だとしてもわかんねえよ <laughs> ああよかった。で、女性で1年半、えー、とやってるんでね、まあ。プラネタリウムとか好きな色とかが結構なんかリアリティあったわ。ちなみになんですけど、はい。<laughs> VR チャットの中で彼氏さんでてできたことありますかいや、ないです。あ、ないんだ。<laughs> 誘ってくる人はいますね。そうだよね。はい、ありがとうございます。で、問題のきました。アイドルですね。これはもう私も視聴者もともに。 女性であってほしいっていう気持ちです。これは願望でもあります。はい。正解は私の性別は女性でございます。よかった、あぶね、あぶね、あぶね、よかったー。どれぐらいの頻度で VR チャットでアイドル活動してるんですか？ だいたい今だと月に4回ぐらいをベースにやらせていただいてるので週に1回とか。ありがとうございます。VR チャット生活楽しんでください。ありがとうよかった。あなたが女性でよかった。<laughs> ちょっとゆっくりやりすぎかな。まあいいか一発目だからおもろいしな。<laughs> っていう感じでございますみみ皆さん。すごくないじゃあ次の方いきますよー。前に来てもらってもいいですか ここですか。はい。じゃ、じゃ、次の方。<laughs> <laughs> え、次行きます。お。はじめまして。あ、<は>あ、はじめまして、こんばんは。え、これどういとう。これどういうこと、どういうこと、どういうこと。えー。うん、じゃあ、普段どんな曲を聞いた、聞いてたりしますか。あ。あー 最近はですね、え、人に言える曲を聴いてない。<laughs> 人に言える曲を聴いてない <laughs> <laughs> 趣味は何ですか最近はね、踊ることがう。踊るっていうのはじゃあ、フルトラですか、今。はい、フルトラです。え、じゃあ、今、その踊りっていうのを皆さんに披露してもらってもいいですかね。そこからちょっとやっぱり、はい、あのー、見分けたいと思うんで。 45 45 45いや腰がななな9はなく88こんな感じでーすやばい腰がすいません <laughs> <laughs> 普通に普通に男と見せかけた女だと思いきや多分男あれは逆の逆だねこれは はい、次行きましょう。そのパターンは、うわ、かわいすぎんだ。こんばんは、マチメロです。いや、ちょっと待ってね。いおい、<laughs> え、え好きな食べ物って何ですか好きな食べ物ですかはい。サーモンとアンキモです。はい、はい、次の方。どうも、はじめまして。うわー、めざいます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。かわいいアバターですね。僕も一目惚れして、カッたアバターで。 あ、<laughs> 自分のこと僕って言うんですかあそうです僕自分のこと僕って言います待ってくださいね崩壊してきましたちょっと待ってね、はい、えっといや私はあなたを女性だと思いました女性の列に行ってくださいありがとうございます次いきますこんにちはめっちゃ緊張してますひなと言いますひなさんお願いします。ます後ろ向いてもらってもいいですかはい。 生えてますねえ。ちょっと座ってもらっていいですかな、な、ね、悔しい顔してもらっていいですかん<え>あなたは女性です。女性エリアに行ってください。はい、ありがとうございます。それでは次の方こんにちは。こんにちは、落ち着いてんだ。 <か>はじめまして。<laughs> えちょっと待って、ちょっと待って、ね、もう時代がシンプルすぎて俺 AI と喋ってたよね。<laughs> なんか感情に起伏なさすぎない。なんかシンプルですね、服装が。なんかあるんですか？これは知り合いが作ってるもので、私はこのキャラクターが好きで着てます。えキャラクターなんですかそれ？ちくもちゃんと言います。 ええー。え、じゃあオタクなんですかそうですね。オタクです。アニメとか漫画とか見ますマニアックなものですけども。え、み、ね、教えてほしい。どんなのを見るんですかアニメの映画では、パプリカというものがあ。ああ、パプリカが好きはい、ということで、えー、あなたは、メンヘラ女です。女性エリアへどうぞ。<laughs> <laughs> はい、というわけで、えー、答え合わせをしていきましょうか。まずは、男性陣から。あ、う、あ、ん、待ち目の前、ちょっとこっち来い。ははい、はい、はい。お前、男だよな。 はい。<laughs> 男です。そうだよな。もうちょっとしてげてこれ。いやなんか普通にただ地声で出たらなんか審査通っちゃったんで。<laughs> いいのかなと思いながら並んでました。<laughs> えででも地声なの？え地声ですえ。それはすごいかも。地声なんだ。はい。ええー。やみを作ってなくて。うん。はい。はいさりかなさん、ちょっと声出してもらっていいですかもう一度。えー、なんでそれたの？ いやでもねいやサリカンさん結構分かりやすかったよ何も聞かれなかったもんないいし最速で落ちたもんなあなたはああ男だよしありがとうございましたはいまた質問あげてまた参加してください待ってますよしありがとうはいというわけで問題問題なんだよねこれは男性を落とすゲームなんだけど男性声として出てきてでも 女性が男性を作ってるんじゃないかと、みんなそこで考えるはずなんだよね。でも、本当に男性だと思う。残念でした。女性です。はい。企画汚し、すみません。いや、全然。そういうパターンも、あのお待ちしておりましたので、ちょっと嬉しかったです。こっち側で。よかった。よかったです。逆に。ありがとうございます。また遊びに来てください。ありがとうございました。はい。はい。ということで。 俺今回結構自信あります自信ある順から言っていいですか奈緒さん俺はあなたのことを俺100%女性だと思ってますそうですか正解を聞いてもよろしいでしょうか女ですそうですよねよかった,かった,かったでも納得いかないんですけど目の奥が漆黒だしさ <laughs> あのパプリカが好きな女性っていうのはこれは100%ではないけどその気質あります <laughs> すごい,すごい笑い方笑い方すごい俺ね銀玉思い出すわおタク笑いすぎだやめろその笑い方<笑>はい次がレナさん私はあなたは女性だと思いますやっぱ僕この女性って結構インターネット多いんですよ男性はわざわざ自分のこと僕って呼ぶ人あんまり少ないんですよねそもそもが正解は 男性でございますええええええ嘘だろボイチェンなのかはい何なのかっていうのちょっとボイスチェンゼを使用してますあ、これボイチェンなのマジマジで全然わかんないわ両生類かと思ったその <laughs> なんて言うんだろう？何かを通してない声だと思ったわ <laughs> え、それはちょっと外してみてもいいですかって聞いたらちょっとどうですかあ、はいボイチェンすっえどうもはじめましてうお、いけぼすっき,き <laughs> なんで普段はあのボイスチェンゼを使って 女性っていうふうに偽ってたんですけど、うん、今回の企画で公言しちゃおうかなと、うん、なるほどね今ショック受けてる人めっちゃいるんじゃない告白とかされるんですか <laughs> あそうですね結構あのー、されるんですけど VR、うん、チャットできやったことある人数3人ぐらいですかねあーでも3人あるんだ告白して、ね、一緒になんかお砂糖っていううわ、えー、出たえ出たお砂糖経験者 <laughs> お砂糖ですお砂糖すげえわなんだろういやあなたとはちょっとお話ししたいねちょっと DM 送っといてください僕に <laughs> ありがとうございますはいありがとうございましたありがとうございますじゃあフィナさんちょっとこっち来てもらっていいですかそこに座ってもらっていいですかフィナちゃんあなた女性ですよね 僕は、男性です。うわあ <laughs> <ー> <laughs> 嘘だろ <laughs> 嘘だろえ <laughs> ちょっと待って、ちょっと驚きすぎて抜けたわ。ちょっと待って。<laughs> いや、マジでびっくりしました。ありがとうございます。え、もうそれで普段活動しているはい。この姿です。柴犬のアバターです。 かわいすぎ…いやこれどっちでもよくなんだマジでちょっと待ってマジとうわこれはボイスチェンジャーを使ってますボイスチェンジャーがすごすぎるわ地声は俺聞きたくないんで聞かない方が我々幸せなんでありがとうございますはーいまたイベントやるんで来てくださーい,はい、はい、何も信じられない <music> というわけでどんどんいきたいと思いますちょっとペース上げてみますよー こんにちは。こんにちは。あ,んんあ、待てよ。おめえも耳がついてんの。後ろ向いてもらっていいですか？あ、はい。尻尾はなし。あ、尻尾つけますか？尻尾つけますかとかあるんだ。あ、猫なんだ。手振ってもらっていいですか？ちょっとあざとすぎるな。ちょっと男のヘッキ多いすぎです。 燃え袖といい、もも、はい、が見えすぎといい、猫耳といい <laughs> ちょ、ちょっと男の兵器おいすぎなんでこれはもう、アバターの付属のやつなんであ、あー <laughs> はい、次お願いしますうわっ気がたいメロンさん、最近 VIO チャットで面白い出来事ありましたかえ,えっと…お砂糖に浮気されましたお砂糖に浮気されました <laughs> え、それって どういうバレ方をするというか、お砂糖してるところに直面してしまうの周り伝いでも。あ、周り伝いで。<laughs> <laughs> どこが好きでした辛い人の。シも。シ落としませんま後ろへどうぞ、二列に並んでください。やったー。 すげあの、獣ですねこんばんはごめんなさい見えと切り忘れましたはい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  <laughs> 全然いいですよキャラクターは自作なんですかその何のキャラクターなんでしょうかえいえ、これは自作ではなくてですねもうちょっと待ってくださいブースで販売されてる、猫科も多分そうでというちょっと考え、シンキングタイムですかちょっとシンキングタイムですかはいどうぞ マジでむずいんだけどちょっとボイチェン声っていうのが俺わかるようになってきて<お>聞こえてる聞こえてるどこまで <laughs> どこだときこおーとか言ってるやつ <laughs> 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 なんかね声もしかもウインってなったんだよね落としますお<ー>あ、あよろしくお願いいたしますあ<ー>おとします はい <laughs> <laughs> 次 w <laughs> あ、どうもはい、お、お宅女子ですねあ、あ、はいあ、<laughs> お宅です緊張してますかあああー待ってあーあーあ,ーあ,ーあのー落ち着いてるものでお名前を聞いてもよろしいでしょうかすみませんお魚です

え、そういうイラストだったりって、どういうジャンルを見たりするんですかえぇ、ー、それ聞くんですかいや、<ー> <laughs> おたくす、いや。<laughs> よし、判断しました。あなたは女性です落としませんやったー。どうだ準備してない ?VC、ボーイチェン準備してないボーイチェン準備してないいや、あの、ミュート ミュウッド外すの忘れてましたあーミュウッド外すの忘れた,忘れたすっげー可愛い声では結構いつもピンク髪の子を使ってるんですけどちょっと時間がなかったのでとりあえず髪だけピンクにして持ってきました髪だけピンクにしての所作が女性だとは思うな俺は好きな食べ物なんですか <laughs> お寿司とかすごい好きで昔友達と 札幌に遊びに行ったことあるんですけど、はい、その時とかはトリトンだったかな。ああ<ー>、トリトンね、わかるよ、わかるよ。食べて、はい、すごい美味しかったです。ええー、トリトン、俺も好きだからさ、え北海道帰りの。お土産って何買ってきた。はい、ウイスキーが好きな友達がいて、ウイスキー上流、上、上流ぞ。うん、みたいなところに行ったんですけど、そこ。 に行ったときに、あのその友達が学校の先生をやってる方で、コロナ禍だったので。うん、ちょっと念のためやめとくってなっていけなかったんですよ。なるほどね。それで、ちょっとあの、ウイスキーを買って、そのお友達に送ってあげたりとかはしました。オッケー、あなたは女性です。女性エリア行ってください。話にまとまりがないんで。<laughs> こんばんは。はい、どうもー。 どうもこんばんは、ジョンです。いすはい、ジョンさん。ジョンさん、もう一回、はい、ジョンですや。やってもらっていいですか。はい、はい、ジョンです。ジョンです。よろしくお願いいたします。おおなんか、顔もなんか変わるんですね。え、すごっふんふんふんありがとうございます。フルトラなんですね。じゃあ、なんだろう。えー、っと、はい、片足で立ってもらっていいですかおー、お、お、お。分かったあ。あ、ちょっと。OK です。なあなた、女性です。はい はい。というわけで、答え合わせをやっていきましょうはい。というわけで、まずは男性陣から、t ちゃんからいこう。はーい。いや、t ちゃんは元気があってすごく良かったんだけど、喋り出した時に、はい。なんか、ふいーんってなった気がしたんだよね。<laughs> そうかな,ーな,かなーうん。なんか、ふいーんってなった気がして、だからちょっとあなたは、私は男性だと思います。ほう。なるほど。可愛い,いな、でも。私は、 男性でわあ<ー>、ね、よかったんんよかった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 ウィーンがなかったらちょっとう,うちあの <laughs> うちって言うとあれなんですけど私の会話カルビってやつがいるんでい、はい、なんかそことちょっとジャンルがかなり似ておけたんで、はい、危なかったあーなるほどいやーただですねこれボイチェンじゃないんですよ <laughs> ええそうこれ全然ボイチェンじゃなくてですねこうやって普通にこうこうやってねいっぱい切り替えることも全然できてやる<すご> <laughs> <laughs> だからキーってなると多分声質のせいなんですよね <laughs> なるほどだから俺たちはその地声というかそのチューリング中の音を聞き間違えるんだね、はい、さっきの人も両手類の方だと <laughs> その男性声から女性声に上って行くときってなんかちょっと機械音に聞こえるんだよはいはいりーちゃんありがとうとはい頑張ってくださーい,い、はい、はいお次あざとすぎるやつ声 ちょっと、あのね、性癖詰まりすぎてんねん。燃え袖でさ、足じゃーンって出てさ。で、さっきもいたんだよ。耳ついてて、尻尾ついててさ、男だった奴が。俺、そいつ引っ張られてるわ。お前、男や男だよ男だよな,なほら、男だ。よかったオッケーオッケーオッケー。ありがとう。お前、自信につながったわ。<laughs> いやいや。 お前、癖が出てるから気をつけろ。やちょっと、ちょっとやっぱ癖まずいか。癖出てる。あざとい女子に騙される未来が待ってるから。お前、そんな燃え袖のやつと付き合うな、ね、い。絶対に。<laughs> 気をつけろ、マジで。そして、もう即落ちの。制作記録更新ですかね。おーでもちょっとね、<laughs> 機械音すぎるわ。あなたは男です。はーい、正解でございます。あーよかった、よかった、よかった、よかった。った全然自分の声とかをしっかり作ると、もう、めちゃくちゃ綺麗な声だとかって言ることもあるので。ありがとうございます。めっちゃ参考になりました。かなり ということで、皆さんがいい匂いする。女性の皆さん、お待たせしました。<laughs> メロンさんからいきましょうか。メロンさん、もうその、在り方、可愛い。可愛い。え、やっい。ね、女の子だよね。いや。全然遅っすね。メロ<や>さん、流行ってます。え <laughs>、男。めっちゃクオリティ高いわ。や ありがとうございます。いや、おもじありがとうございました。はい、本、ま、当ね。まあ、米子さん、前どうぞ。はい。すみません、さっきは。イはい、異分子が混ざり込みました。クソ <laughs> 男がね。<laughs> 後の皆さんは女性だと思うんで、米子 <laughs>、えー、さん、あなたは女性ですよね。はい、はい、もちろん男性です。<laughs> <laughs> <laughs> ちょっと待ってく、ね、れ <laughs>。マジで。マジで無理だ。にめっちゃ緊張しいでーす。<laughs> すーごっ。こんな感じで喋ってます。いつも。もがさ、も、もが女の子なんだよね。語尾とかの残り方、ま、とかさ、ま、とかがさ、結構女の子な、なんか。リアルとかもそっちにならない。うん そもそも地声の頃からラーメン屋の店バイトで働いてたんですけど、うん、なんか女っぽいとか言われてたことあってあ<ー>多分お母さんの喋り方が映っちゃったんですよねなんかなるほどねーち,ちょっと女性っぽいイントネーションになっちゃったのかなっていうありがとうございましたやっってる。<laughs> ちょっと自信なくなってきたってやばいって。大丈夫ですか大丈夫ですかじゃねお前お前は女だろうなお前ちょっとジョン来い <laughs> お前は女で会ってくれじゃん。すいません。ごめんなさいね。ごめんなさい、ね。すいません。インターネットって怖いよ。<っ>インターネットって怖い,は怖い俺はえー、っとボイスえー、ボイステンザを使っていますか。ボイステンジャーじゃなくて両生ルです。え <laughs> じゃあ男性の方はちょっと披露してもらっていいですか。 あはい。ちょっとおたけでしたら。はい。わあ、かっけえ。あんまり。でも、俺はこれがボイチェンに聞こえるからね。いやもうちょっと、もっと質を高めていきます。お<ー>ジョンさん、ありがとう。ありがとうございました。俺、あいつは信じたいよ挙動もおたく女子でも、俺、これおっさんが当てたら無理だってよし、ちょっと聞きに行こう。お魚さんあ。あ、はい。 女でやってます。あ、女ですか。うわ、可愛い,い。本物。ああああ本物の女、可愛い,いああ。ああ。ああでも、あれですね。ああ <laughs> でも、ちゃんとオタクでしょう、多分。ちゃんとオタクです。何オタクですか。はい、美少女オタク。ああ<ー>、うん、美少女、そっちなんだ。なるほどね。女子じゃないです。じゃないです <laughs> あごめん、ごめん、ごめん、そうだと思って聞いてたの、バレた。ありがとうございます。 ありがとうございます、お疲れ様です。ありがとうございました。今回、えー、ほぼ、ほぼ男性。